皆さん、こんにちは、まっチャンネルです。小丸峠、リベンジ動画になります。前はこんな感じで、通行不可でした。雪が降った後凍ってます。果たして今回は、無事に小丸峠前走破と、奥村茶屋に行けるのだろうか？今回は大丈夫どうですね。それでは、行ってみよう。道は、かなり荒れてます。狭い道路が枯れ葉でさらに、狭くなってます。転ばないように、注意。道路も、穴が開いてるところがある。こんなところで、バトルとか無理ぽ。アニメのイニシャル D では、ここは86同士のバトルステージ。車同士がバトルとか無理でしょ。抜くポイントもない。まああれはアニメの中の話だよね。リアル現実では、ブラインドコーナーもかなりあるし、攻められる峠ではないな。左側は崖になってる。ガードレールもあったりなかったり、ぐにゃぐにゃに曲がってる。夜は月明かりだけしかない。月が出てなければ、真っ暗で、やばすやばす。それにしても、バイクも車も来ないなぁ。こんなんで、奥村茶屋は営業してるのかな。ここに来た目的の9割は、奥村茶屋で販売してる、小丸峠のステッカー買うためなのに。車とバイクが止まってた。やってそう。奥村茶屋に到着です。まずは、周りを散策。おーおー、こんなところに、記念碑が。この階段はどこに続くのかな？例のアニメで見覚えがある階段。では、奥村茶屋に潜入。おばちゃん、おばあちゃん、一人で、切り盛りしてる。ステッカーありました。どれ買おうかな？その前にご飯食べよう。まっチャンネルが選んだご飯は、峠名物、小丸丼、850円。ステッカーはこちらを買いました。500円。お腹がいっぱいになったので、ここから299号線に向かいます。ここからは、299号線まで下り坂。
べるな。マツチャンネルも思わず声が出てしまったくらい路面は荒れまくってます。画面ではわかりづらいけど、登ってきた時よりも浮き砂がすごい。があるのだろうか。
299号線、左に曲がれば飯能方面、右の曲がれば、小丸トンネル秩父方面。右に曲がってトンネル抜けてすぐ左の新島から帰ろうかな。左。